皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。もうすぐゴールデンウィークですね。姫路市内でもたくさんのイベントが開催されます。ぜひお出かけください。それではまず街の話題です。はじめにドイツのクルーズ船オイローパが4月11日姫路港に12年ぶりに入港しました。4月11日午前8時前、343人の乗客を乗せた豪華客船が姫路港に姿を現しました。世界一周旅行中のクルーズ船オイローパです。平成17年4月1日の姫路港初入港以来12年ぶりです。姫路市消防音楽隊の歓迎演奏で迎えられた後、船内で歓迎式典が行われました。宇都宮正弘姫路市副市長の挨拶の後、オイローパのオラグ・ハートマン船長が、桜の季節に姫路港に入港できて大変嬉しく思っていますと話しました。オイローパはドイツ語でヨーロッパの意味です。全長 198.6m、 総トン数 28,890 トン。海外のクルーズ船専門誌において5つ星クラスの評価を得ている豪華客船です。岸壁では日本文化を楽しんでいただこうと、武道体験教室、お茶席体験ができるコーナーを設けたほか、姫路城の映像上映や姫路のお土産販売など姫路の魅力も発信しました。あいにくの雨となりましたが、乗客らは体験コーナーに参加したり、周辺の観光を楽しみました。姫路港には5月3日にフランス船籍の客船ノストラルが初入港します。去年5月に姫路港に初入港したズ・ソレアルの姉妹船で、異色の国フランスらしく食通の船と呼ばれています。姫路市では引き続き姫路港に寄港するクルーズ客船の誘致を促進し、より魅力ある海の玄関口を目指します。次に姫路城西屋敷跡庭園高校園の開園25周年記念講演会と記念茶会が4月16日に開かれました。市民会館で開かれた記念講演会には、市民や茶道関係者などおよそ800名が参加されました。はじめに岩見俊勝姫路市長が挨拶に立ち、高校園が開園25周年を迎え、皆さんと共にお祝いできることを嬉しく思います。これからも大勢の観光客に美しい庭園と茶道文化を楽しんでいただきたいと述べました。記念講演会の講師は、浦千家15代前家元、宝雲斎千玄室大宗匠です。高校園園内にある茶室、宗寿庵の設計、監修をされました。初めて高校園を訪れて、美しい庭園を見た時の感想や、茶室を設計されたエピソードでは、ぜひこの姫路城が望める場所から茶道文化の振興を図りたいと強く思いましたと話されました。そして城の文化である茶道を通して発展してきた日本の歴史を踏まえ、これからも和の絆や日本人のおもてなしの心を大切にしていきましょうと会場の皆さんに伝えました。この日午前中には千玄室大宗匠によるお茶席回りもありました。高校園は姫路市政100周年を記念して造営されたおよそ1万坪の日本庭園で、平成4年4月29日に開園しました。大小の9つの庭園が池や水の流れで結ばれた
四川回遊式庭園です。園内には炊事塀、屋敷門、長屋門や渡り廊下で結んだ八水軒、長恩祭をはじめ、裏千家第15代家元、千宗室氏、現在の千玄室大宗匠の設計、監修による本格的数寄屋建築の茶室、宗寿庵を拝しています。午後には一般の皆さんが参加できる記念茶会もあり、茶室宗寿庵、駒三条大目が内路地より特別公開されました。歴史と自然が調和した優美な考古園。これからも心の癒しの場として大勢の市民や観光客を迎えます。続いて広報推進員のコーナーです。見てください、この色鮮やかな菜の花畑。市内では至る所でこのような美しい景観を見ることができますね。皆さんは景観遺産という言葉をご存知ですか？姫路市では昭和62年3月に姫路市都市景観条例を制定し、愛着、親しみ、誇りを感じる美しい街を目指して都市景観の形成に取り組んでいます。雄大な山や川、穏やかな瀬戸の海、肥沃な播磨平野などの豊かな自然を背景に、歴史、文化を継承し発展してきた市内各地の景観は市民の愛着と誇りを育むとともに、観光客など来訪者を引きつける源泉ともなっています。このような美しい景観が後世へと伝えられていくと素敵ですよね。藤井さん、現在姫路市では姫路の町の優れた景観を募集しているんですよね。はい、姫路の優れた景観を募集し、景観遺産として登録し活用する取り組みを行っています。面白そうですね。景観遺産では具体的にどのような景観を募集しているんですか？はい、募集対象は未来へ引き継ぎたい景観、地域の特色ある景観、市民の愛情と誇りを育む姫路らしい景観、姫路市内の立ち入り自由な場所から眺められる景観です。これまでにはどのような景観が登録されたのですか？それでは登録された場所の一つをご紹介します。こちらはどのような場所ですか？はい、こちらが第2回景観遺産にて登録された安富町にある安治鴨神社の朱色の橋です。この場所は池に架かる朱色の橋と背景の山並みなどの自然が調和した景観を見ることができます。冬の景観として登録されましたが、ご覧のように冬だけでなく四季を通して様々な景観を見ることができます。赤い橋と緑のコントラストが美しいですね。そうですね。他にはどのような場所がありますか？はい、またこちらは第1回景観遺産にて登録された林田町にある鴨池弁天島です。この場所は水の中に浮かぶようにあって、潤いのある緑と水辺が調和した景観を見ることができます。どの場所も素敵ですね。この景観は夏の景観として、登録されたものなんですけれども、夏の青空と潤いのある緑なんかがとてもよく映えた写真です。藤井さん、今日はこんな風光明媚な場所があったのだというような隠れた名所も知ることができました。はい、そうですね。姫路市には姫路城や書写山といった姫路を代表する景観もありますが、それだけではなく、市民の皆様が普段生活する中で何気なく見ている景観でも姫路らしく、また素晴らしい景観がたくさんあると思います。そういった身近な景観を市民の皆様に見つけていただき、未来へ引き継ぐために景観遺産として登録したいと考えています。魅力的な写真がたくさん集まるといいですね。はい、今回から新たに部門を設けて募集しています。部門を設けることで市民の皆様に景観をより身近に感じていただければと考えています。応募部門は建築物や工作物が作る街並みの景観、河川や海、港などの水辺景観、山や草木、樹木、田畑などの自然景観、地域への愛情と誇りを育む祭りや活動など人々の営みが感じられる景観、
照明や月明かり、ホタルなどの光が作る夜間の景観、そしてそれらに分類されない景観の6部門です。なお、景観の場所を特定するため、どこから見た何かを指定してください。また以前に撮られた写真でも、おおむね3年以内に撮影し、現在も景観が維持されていれば応募できます。応募された作品の中からはどのように選ばれるのですか？はい、平成30年度に選考会を開催し、応募された景観の中から選びます。選定された景観の応募者には記念品を差し上げます。なお、写真に関する著作権は姫路市に帰属し、写真を姫路市のホームページや登録集などに掲載するため、データなどの提供をお願いすることがあります。また他にも、写真展示会の開催や姫路市で作成する冊子に使用するなど、良好な景観形成に関する市民意識の向上を図るために活用します。応募を希望される方は、応募用紙に必要事項を書き、景観の写真を貼って持参か郵送で町づくり指導課までお願いします。応募用紙は姫路市役所5階の町づくり指導課、市政情報センター、各支所、各地域事務所、駅前市役所などで配布します。締め切りは平成30年3月31日土曜日で、当日消印有効です。ホームページからも応募できます。姫路らしい美しい景観が多く発掘され、その景観の素晴らしさを残したまま未来へと引き継がれていくことは、環境の保全にもつながりますよね。皆さんも親しみ、誇りを感じることのできる姫路らしい景観を写真に撮って応募してみませんか？姫路市下水道業務課から雨水貯留タンク設置者募集についてお知らせします。雨水貯留タンクは、屋根に降った雨水を貯留するタンクで、建物の雨どいから雨水を集める構造です。溜まった雨水は庭の花木への散水などに利用できます。姫路市では、集中豪雨や局地的大雨による浸水被害の軽減対策として、雨水を貯留する事業に取り組んでおり、設置費用の一部を助成します。対象は姫路市民、または姫路市内の事業者で、先着順で100件程度を募集します。助成金額はタンクの購入、設置費用の2分の1で、助成額の上限は3万円です。申請方法は、申請書に必要事項を記入の上、姫路市下水道業務課へ提出してください。郵送も可能です。受付期間は5月10日水曜日から11月30日木曜日です。詳しくは姫路市下水道業務課、電話番号 079-221-2656 までお問い合わせください。最後に、ハッピー姫実行をご覧いただきながらお別れしましょう。さようなら。